はい皆さん毎度毎度、美容室の大掃除ね、年内は疲れるからやらない、はい皆さんのお店でね、朝礼やるんだったらね、まあ、大掃除に関してね、年内は大掃除しないこと、もう断言しよう、ただし、ただし、細かいとこね、気がついたらちょっと拭く程度でいいよと、ねプレッシャーをかけないようにしておきましょう。 まあその程度でいいと思うんだよね基本汚い美容室なんか今時ないでしょただねあのスタッフがタバコ吸う店だよねってやっぱり壁が黄色くなったりねでヤニがつぐとそこに埃がね くくっつくからねやっぱり壁なんかすごく汚れるよね、天井もね。床屋さんなんか、どうなの、今、今時室内でタバコ吸わせんのあタバコ吸うと、壁が汚れてね、で換気扇回すとね、暖房、冷房をさ、みんなさ、外に吐き捨ててるっていう状態、これ、意外とね、電気代に影響したりするからね、で花粉の時期になるとね、 換気扇回ししてりりゃゃ花粉みんんな引っ張り込んじゃうしねだからタバコはもう店内の中で吸わないのがいいしオーナーも吸わない方がいいよねでこのさ大掃除もさ忙しい日だよね大掃除しなくちゃ大掃除しなくちゃなんて考えてるとなんか忙しい日に限って作業興奮で疲れてるのにさ暗くなってからバタ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 ,バタ掃除しないとさ気が収まんなくなっちゃうっていうので作業興奮でさ興奮してるさおそらくオーナーの方は 気合い満々だけどね、スタッフの方はもうモチベーションだだ下がりだからね、そういう方にね無理やり掃除させてもねろくなことないからね、なんか物を落として壊した、割ったね、あとね、オーナーには汚れが見えてるけど、スタッフには汚れが見えないってなんだよ、スタッフは汚れてねえじゃんと思うんだよ、でもオーナーには、ね、汚いって見えるんだよね、この温度差もあるからね。 あまり大掃除とかなんとかってねあの、無理押ししてやらせないのがいいよねあの、カットの時の仕上げもそうなんだよね、刈り上げとかだったら、トラがりとか言って分かりやすいけど、女性のカットの場合は、ある程度長さがあるから、トラがりとかってそういうのないけどね、この微妙な重さの違い、毛先の違い、これが見えるか見えないかなんだよね、で見える人はちょっと長いね、相手入ってんで、ぱっと切るんだけど、見えない美容師は、どこ切っていいか分かんないんだよね。 まあその美容師さんになるには最後まで仕上げしたつもりでほぼ完璧に切ったつもりなんだよねだけどさらにベテラン美容師さんが見るとここがちょっと重いねここの毛先の角度が悪いねとかそれがお客さんも見えてんだよね自分の頭だとねだそれがわからないとどこ切っていいかわかんないで目が点になってしまうっていうのこれカットを教えてる時もそうでしょ、まあ、若手の美容師さんがパッとね全体にボブでも何でもレイヤーでも切ってその出来上がりを大先生がね こうだあだって、微妙な違いを指摘してもね、そのカットした若手の美容師さんは実力を全部出し切ってたりするとね、もう目が点になっちゃうんでね、何言われてもね、まあ、指摘したところを、ね、見てても脳がもう止まってんでね、思考回路が止まっちゃってんでね、そうなっちゃうとね、もう練習にならないから、とりあえず30分以上休むか、その日はやめて、次の日にね、またやるかね、ちょっと考えないとだめかもしれないね。 ななかなかね、脳の構造と練習とね、まあ、大掃除もそうだけどね、大掃除やめましょう、年内、軽い掃除にしてね、気が付いたとこだけちょっとやると、はい、お疲れ様でした。